無名劇団無名校天笠。ごめん、不実験に眺めたりして。だから、ある少年と少女の初々しい恋を描いた昭和の文豪川端康成の小編小説天笠。昭和初期に起きたある若き男女の心中事件、現代を象徴するツイッターやフェイスブックなどのメディアと、そこから矢継ぎ早に繰り出される言葉の応酬、3つが結びついたとき現れる真実とは。無名劇団が送る新感覚リアリズム演劇 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。